皆さん整形外科とといいいうううフレーズをを聞いてどのようなことをお思いでしょうか例えば、皆さんもしくは皆さんのご家族で膝が痛かったりとか腰が痛かったりそういう方はたくさんおられると思います。例えば子どもたちが成長痛で膝が痛くて走り回れないとか皆さんのような高校生の方が膝が痛くてクラブ活動をうまくできないそしてお年寄りだってそうです膝が痛くて腰が痛くて寝たきりの生活になっていく。 そういうふうな方がですね膝に関して言えば日本で今1000万人ぐらいこう治療を受けられているっていうのが現在の状況です整形外科は運動器の疾患を治す治療学問になってきます私自身は膝を専門に治療と研究に携わっています例えば膝の痛みについての原因なんですけれどもさまざまありますただその中でも 骨と骨の間にクッションの役割をする軟骨とそして半月板というものが非常に膝の痛みと密接に関わってきていますそのようなクッションがすり減ると上下の骨がですねこうすり減ってしまって街中の高齢者でよく見られる横脚の変形が進んでいったりとかそういうふうなことで膝の痛みがきつくなっていきます横脚の変形に対しては 強制骨切り手術といって膝の形をまっすぐにするような手術が発展してきています軟骨についても皆さん新聞とかでも読まれたことあると思うんですけれども細胞治療であったりとかそういうことがどん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 進歩してきていますしかし半月板クッションの半月板についてはですねまだ現在でも2つの治療しか日本には大きくありません縫うか取るかだけですでクッションを取ってしまうと そのクッションがなくなったおかげで、上下の骨には余計ストレスがかかりますので、変形が進んでいってしまいます。すなわち悪循環に陥ってしまうわけですよね。で、そのことに着目して、私自身はま研究のあの友人たちと共に、そして企業の力も借りながら、その半月板を何とか直すことができないか。 そしてその半月板を自分の組織に置き換わるようなスキャフォールドって言いますけれどもそういうものを今研究のテーマとして作っていますスキャフォールドを使うことによって膝が痛くてスポーツ選手が引退を余儀なくされているような方寝たきりの方高齢者の方そういう方が少しでも自分の生活の 質の向上 QOL っていいますけれどもそういうものの向上に貢献できればなというふうに思って今研究と治療を行っています。